じゃあ時間もあれなので、ぼちぼち、始めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日初めてミートアップを開催します。ハイパーレッチャーファブリックジャパニーズドキュメンテーションワークグループの辻田と申します。今日は司会も、務めますので、どうぞよろしくお願いします。私たちのグループはですね、Linux Foundation がサポートするハイパーレッチャーファブリック、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、それの、ドキュメント、英語で、提供されているドキュメントを日本語に翻訳しているグループになります。でですね、ちょっと始めるにあたって、皆さんがどれぐらいハイパーレッチャーファブリックのことをご存知だかなとか、あと、今回、今日お話の中で GitHub のことが出てくるんですけども、それを、どのぐらいご存知なのかなというのをちょっとお聞きしたいので、アンケートをこちらで取りますと、ちょっとお願いしたいと思います。今、画面の方に、まず GitHub を使ったことありますかっていう出てると思うんですけど、ちょっと回答いただけますか。ハイパーレッチャーファブリックだけじゃなくて、他のいろんなオープンソースの、ソフトなんか、ソフトウェアなんかは割と最近だと思う、GitHub で、全部公開されたり、開発進められたりしてて、ご存知だとは思うんですけど、使ったことない方についてはやっぱりちょっと癖があるというかルールがあったりするので、もしご存知ない方いらっしゃったらと思ってちょっとお聞きしました。はい、ありがとうございます。もうほとんどの方が使ったことある感じですね。はい、でじゃあもう一つ、パブリック、ハイパーレッチャーパブリック自体を使ったことある方、どれぐらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね、もう。ちょっとリザルト。皆さん、もうほとんど、一度は使ったことあるっていう感じですかね。なので、ですね、今日は、ハイパーレッチャーファブリックのことを、その技術そのものではなくて、そのドキュメントのお話になりますので、ちょっと、お話、もしかしたら、なんですかね、趣旨がもしかしたら違うかなって思われる方もいらっしゃるんですけど、そういうドキュメントの翻訳のことってなかなか、表に出てこなかったりもするので、今普段どういうふうにやってるの、私たちがどういうふうにやってるのかなってちょっとご紹介できたらと思います。で、グループの具体的な活動とかについては、後ほどお話はするんですけど、今日は1時間半ほどで3つパートに分かれてお話をする予定で、まず少しちょっと技術英語の翻訳をちょっと俯瞰したようなところからお話を始めたいと思ってます。で、最初は Linux Foundation、日本担当バイスプレジデントの福谷さんにから、お話をいただいて、特に専門知識が必要な分野でですね、英語の翻訳がどういうふうにできるかっていう、Linux Foundation さんの取り組みってご提案みたいなところをお話しいただきます。で、その後、このグループ自体、私たちのそのドキュメンテーショングループの、位置づけだったりとか、グループ全体の活動について、お話をしていきたいと思います。で、ご質問がもし、出てくると思うんですけども、今回ちょっとそれぞれセッション短いですので、セッションの終わりに、まとめてご質問をお答えしていきたいと思います。ご質問はチャットか、Q&A の方が拾いやすいと、分かりやすいかなと、見やすいかなと思いますので、できましたら Q&A の方に書いてください。チャットは何書いていただいても
構いません。私の方で随時ウォッチしてますので、ぜひ投稿してください。というところです。まあ、それでは、早速ですけど、福安さん。ありがとうございます。今ご紹介に預かりました Linux Foundation の福安と申します。今日は30分ぐらい時間をいただいて、翻訳、まあ、辻田さんが先ほど言われましたように、まあ、いわゆるこうテクノロジー翻訳に関して、オープンソースのコミュニティのそのテクノロジー翻訳に関するに関してちょっと俯瞰した感じでお話をしたいなと思っています。で、タイトル的にはコミュニティとテクノロジーで翻訳を再発明するんだっていう、なんかね、ちょっと大冗談に構えたタイトルなんですけども、まあ、翻訳に対して、まあ、それぐらいの気合を持って今私たち Linux Foundation のジャパンのオフィスです、ジャパンのオフィスでは、まあ、取り組んでいると、そういうことを、まあ、ご理解いただければなというふうに思っています。で、まあ、この発表なんですけれども、以前オープンソースサミットジャパンだとか、まあ、それ以外多分、ね、2、3の機会で同じプレゼンテーションしてるんですけども、随時内容をちょこっとちょこっと入れ替えてますので、ぜひ以前聞いたことがある方も最後まで聞いていただけるといいなと思います。で、本日、お話しする内容はこの3点です。まず私自身 の、まあ、翻訳に関する問題意識をぜひ皆さんと共有したいなというふうに思います。で、2番目に、まあ、翻訳という作業の未来像ですね。まあ、今私たち、まあ、テクノロジー、まあ、テクノロジーのね、インダストリーにいるわけなんですけども、まあ、その、まあ、やっぱ私たちテックインダストリーにいるからこそ、やっぱりこう私たち翻訳というものの未来像を作っていかなければいけないというふうに思っています。じゃあその未来像って一体どういうものなのかっていうのを2番目にお話をして、で、まあ、3番目に、翻訳をじゃあもっと楽しくかつ効率的に行うためには一体どうする、何ができる、どんなね、その、ソリューションがあるのか、例えばツールだとか、そういったものを少しお話ししたいなというふうに思ってます。まあ、これを、この3点を、まあ、今から30分ぐらいかけてお話ししたいなと思います。で、まず問題意識の点なんですけども、本当に、まあ、私、まあ、Linux Foundation で仕事を始めてもう、かれこれ10年ぐらいになるわけなんですけども、その間やっぱりすごくよく感じるのは、やっぱ言語の壁がこの産業に与えるインパクトってすごいでかいなということを本当にこうよく感じます。で、まあ、Linux Foundation 皆さんご存知の通り、まあ、プロジェクトがもう本当にこう毎週のように新しいプロジェクトが立ち上がります。で、今数にして450を超えただかなってい こう言われてるんですけども、もう随分たくさんプロジェクトがあります。じゃあそういったプロジェクトがアナウンスされて、で その情報がすぐこう日本でこう、流通されて普及していくかってい いうかというと、まあ、そんなことは全然なくて、基本的にはその世界でこう発信されているカッティングエッジなそのテクノロジーの情報って日本語に翻訳されるまで日本では流通されないという様をやっぱり この10年間ずっと見てきました。なので、その翻訳がまあ、こう本当にこう私日々こう感じる点なんですけども、翻訳が1年遅れれば日本の産業の日本の業界がその、海外の、進捗度に対してこう 1年遅れてしまうということをやっぱこう実感として最近ずっと感じています。なのでここってものすごく日本の、ね、業界からすると有識事態で、本当にこう 日本の業界が世界でリーダーの立場を、特にこれ、ね、まあ、私たちは今オープンソースの産業なんで、オープンソースの産業の中でリーディングエッジなんかを活動したいというのであれば、やっぱり私たちはこの壁をなんとか、打ち破らなければいけないというふうに感じています。でもその全ての日本人に英語のコンテンツを読ませることってやっぱり難しいと思うんです。これはなかなかその、まあね、将来的にはそうなるのかもしれません。英語教育がね、こう進んできて、みんながこう英語をこうスラスラと読めるようになる日がひょっとしたら来るのかもしれません。でもそれまではおそらく、まあ、そういう日が来るとしてもものすごい時間かかるでしょう。なんですが、より多くのコンテンツをテクノロジーを利用して素早く皆さんが読める状態にローカライズすること、これは可能なんじゃないかなというふうに思います。なので日本のインダストリーが世界の、インダストリーから遅れていかないように、翻訳に1年かけて、で業界が1年遅れるっていう事態を回避するためには、テクノロジーを利用してできるだけ早くローカライズすると、
ドキュメント、いろんな情報をローカライズする、これをやっていかなければいけないんだということを今、通説に感じています。じゃあ、この翻訳、このローカライゼーションという仕事が、この先どうなるか、未来像に関して少し私なりにこう考えてみました。で、これ、いわゆるこう翻訳、ローカライゼーションという、こう作業の観点から、申し上げますと、今日ですね、これ左側の四角なんですけども、多くは人の仕事になっています。で、人の仕事なわけなんですけども、じゃあ、ローカライゼーションと一言で言ったところ、ね、翻訳、ローカライゼーションということで言って言うと、ローカリゼーションと、一口で言っても実際中身は2つのこう違った種類 の, 作業に 分けることができるんじゃない分解できるんじゃないかというふうに思います。片方は下の四角ですね、トランズレーションです。いわゆるトランズレーション、翻訳をすると。で、もう一方はインタープリテーションであると。この2つ の, 種類の作業に分解することができるんじゃないかなというふうに思います。で、トランズレーションっていうのは、いわゆる本当にこう、英語力のみが必要な、比較的、低付加価値な作業なんじゃないかなというふうに思います。で、一方で、インタープリテーションっていうのは、例えば、やっぱりこう、新しい、海外の新しい、例えばオープンソースのプロジェクトの翻訳をするのであれば、当然、今、日本では流通していない言葉が、英語でこう、生まれていて、それに、適切な日本語を当てていくだとか、あと適切な日本語を当てずにもうそれをもうカタカナにこう訳していくだとか、専門性を持ってで専門的な判断をしていかなければいけないっていう、そういう作業が当然必要になってきます。でその部分をここではインタープリテーションと呼んでいます。で、分かりやすいところで言うと、例えばおそらくコンテナというね、その英単語をいわゆる私たちがこうよく言ってるコンテナっていう使い方をしているのって、おそらく私たちの作業、私たちの産業、だけだと思うんですけども、そういった部分ですよねは このインタープリテーションと創造性や専門性が必要で高付加価値な作業になるんじゃないかなというふうに思います。でいずれにせよ、このインタープリテーションにせよトランズレーションにしろせよ、現在は多くは人の作業になっていると、人がマニュアルで仕事をしているという状態になっています。じゃあ未来はどうなるかというと、これが多くは機械の仕事に置き換わっていかなければいけないだろうと。テクノロジーの力で多くが機械の仕事に置き換えていかなければいけないというふうに思っています。要はそのトランズレーションみたいな、その下の資格ですね、英語力のみが要件である低付加価値な仕事は、もうこれは機械にこう変えてしまうと。機械がやると。で、コミュニティに集っている、専門性のある皆さんが、フォーカスするのは、この上の資格ですね、インタープリテーションだと。ここは、どうしてもおそらく、人の力が、今後も必要になってくるだろうと。ね、新しく出てきた英語に対して、新しい日本語を当てていくっていう、こういう作業は、やっぱりどうしても、これからもこう日本語が、日本、ごめんなさい、人間がこうやっていかなければいけない作業だと思うんですけども、コミュニティではこういうことを、人の力でやっていけばいいんじゃないかなというふうに思います。で、そう考えたときに、やっぱり、これから私たち必要なのって、みんなが使える機械翻訳や機械翻訳のツールだとか、なんですかね、こうオープンにこうみんなが使える、コモンプラットフォームが欲しいというふうにやっぱりこう感じます。私なんかね、やっぱりその、今翻訳、例えば LF のいろんなドキュメントだとか、プロジェクトの、いろんなドキュメントの翻訳に携わってて、よく思います。みんなが使える、そういうコミュニティの翻訳って、別に Linux ファンデーションだけでやっても当然回らなくって、いろんなこうコミュニティの参加者に入っていただいて、で、みんなでやっていって、それで可能になることだと思うんですけども、そういったそのコミュニティの参加者みんながこう使っていけるようなオープンでコモンプラットフォームが欲しいというふうにこう強く感じるようになりました。で、これからの未来、これからの そのコミュニティ翻訳の未来を切り開いていくために、じゃあこれから必要なことって何だろうということをちょっと今考えたんですけども、で、今3つここに挙げてます。まず1つはやっぱりこう先ほど申しましたように、みんなで共通のツールを使って、で、後で詳しく説明しますけども、この翻訳メモリーを、生成して、それをシェアする。これをやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一つが、オープンソースの業界に最適化された翻訳エンジンを育てていくと。
これが一つ重要な今後の作業としてあるんじゃないかなと思っています。で、最後に、それぞれのオープンソースのコミュニティですね。で、高付加価値な翻訳、いわゆるインタープリテーションを行っていって、にこう、関わってくださる、そういった人材を増やしていく。この3つが、すごく、必要なんじゃないかなというふうに思います。で、プラスですね、この下に書いたんですけども、やっぱりこの翻訳っていうのは、その、今までね、その、コミュニティのドキュメントの翻訳って、結構ね、その各社で、こう、バラバラでこうやってたりだとか、してるんじゃないかなというふうに思うんですけども、そうじゃなくて、翻訳自体もやっぱコミュニティで行って成果をシェアするんだという、やっぱりこう、マインドセットを醸成していくということが、これからとっても重要なんじゃないかなというふうに思います。なので、このハイパーレッジャーパブリックのドキュメントワーキンググループが今まさにやろうとしていることって、まさにこういう部分なのかなというふうに感じています。で、先ほどちょっと出ましたけども、この翻訳メモリって何ぞやっていう点なんですけどね。で、またその翻訳メモリってどうして重要なのかっていうところなんですけども、翻訳メモリ、皆さん聞いたことがあるかどうかわからないんですけども、翻訳メモリっていうのは、まあ基本的にはその翻訳した、まあ原文と、翻訳文のあをこう1対1で対にしたまあ、データベースなんです。で、その翻訳した単語である場合もあるし、いわゆるセンテンスである場合もあるし、場合によってこうパラグラフだとか、あとブレッドポイントの何ですかね、ブレッドポイントの説明みたいな、そういったケースもあったりするわけなんですけども、そういったものの、いわゆるそれ過去に翻訳したもののデータベースであると。が翻訳メモリであるというふうにこうざっくり理解していただければいいかなというふうに思います。で、実際翻訳メモリって見た目どんなもんかっていうと、この右側の絵ですね。上に英語が、これよく見ると上に英語が書いてあって、下に日本語が書いてありますけども、まあこう書いてありますけど、まあこういうふうにこう対になってるわけなんです。で、この翻訳メモリには、TMX っていうね、トランズレーションメモリーエクスチェンジと呼ばれる標準的なフォーマットがあって、他者と共有が比較的容易にできるんです。なので、ツールを使って皆さんが翻訳をすれば、必ずこの TMX ファイルっていうものが生成されます。で、それが翻訳メモリーなんです。で、それは、皆さんどうせその TMX で生成されるファイルを持ってるんで、これを共有し合うことによって、絶対皆さんの翻訳って楽になるんです。で、じゃあその翻訳メモリーを利用することによって、まあ、どんな嬉しいことがあるかっていう点なんですけども、まず一つは同じ文章を繰り返し翻訳すると、まあそうですね、まあ同じ文章をちょっとこう言葉が変ですけども、同じ文章を繰り返し翻訳する必要がなくなります。すでにこうメモリーに入っているものは皆さん新たに翻訳せずに、この翻訳メモリーが使われているツールが勝手に翻訳していってくれます。で、あと、文章を手作業で、まあ、複製して貼り付ける。まあ、ちょっとここをちょっと飛ばしますね。なんかこの言葉が変ですね。で、あと、同じ文章や類似した文章の翻訳における表現の統一ができると。例えば、何ですかね。わかりやすい例で言うと、まあ、例えば、例えば日本語でね、サーバー、カタカナでサーバーと棒を伸ばす人もいれば、サーバーと伸ばす人もいれば、サーバーと横棒をつけない人も多分いると思うんですけども、それをさ、そういったその同じ言葉に対して違う表現が生まれることを翻訳メモリって避けることができます。まあ、そういった翻訳メモリを使うことによって、要は用語の統一ができていくと、表現の統一ができていくという利点があったりします。ではその翻訳メモリーによって翻訳の仕方がどう変化するかっていう点なんですけども、ちょっと簡単なフローをちょっと作ってみました。まず、まあ、こんな感じかなと思います。そのコミュニティの翻訳メモリーまず入手します。まあ、ハイパーレッジャーファブリックのドキュメントワークグループだと、一応そのコミュニティで、コミュニティの GitHub に、まあ、翻訳メモリーがあったりします。で、この翻訳メモリーを利用して、あと翻訳メモリーとツールを利用して翻訳をすると。そうして、こう、まあ、翻訳するわけなんですけども、その全部が翻訳されるわけじゃなくて、追加で自分でこう翻訳する点もあると思います。で、そうすると新しい翻訳メモリーが出てきます。
そうしたら、その新しい翻訳メモリーを、まあコミュニティにフィードバックして、既存の翻訳メモリーと統合して、で、コミュニティの翻訳メモリーを更新すると。そうすると、新しいアップデートされたコミュニティの翻訳メモリーが、生まれて、それを、使って、次の翻訳をすることによって、もっと翻訳が楽になるという、いい循環が生まれてくるということになります。そうですね。このサイクルを繰り返すことによって、コミュニティは、よりコミュニティの翻訳に最適化された翻訳メモリーを獲得できて、あと、翻訳作業のダブリーですね。誰かがこれをやってるのに、こっちでもこっちこれやっちゃったみたいな、そんなダブリーを解消できるという効果が生まれます。じゃあ、先ほど来、入手した翻訳メモリーをツールを利用して翻訳するという話を何度かしましたけども、じゃあ、翻訳のツール、どんなものがあるのかという点を今からご紹介したいなというふうに思います。まず、一つ、ご紹介したいのは、このオメガ T と呼ばれるツールです。これは、オープンソースの翻訳支援ツールで、マイクロソフトのオフィスだとか、HTML だとか、本当にこう、多種多様の、いろんな、30種類以上のドキュメントフォーマットに対応しています。で、あと、この、オメガ T と、オメガ T は、その Google の翻訳だとか、DeepL だとか、一般的によく利用されているオンラインの、ね、機械翻訳のエンジンと連携させることができるんですね。なので、そのオメガ T で、オメガ T に例えばその、翻訳したい英文のテキストを、コピペして、で それを、Google に翻訳させて、でその結果をオメガ T の、日本語翻訳に反映させるということができたりします。これは結構便利だし。で、あと、オメガ T は結構グループで作業するのに結構適したツールだったりします。で、一つ、やっぱりこう弱点があって、これ利用方法を学んだりだとか、あと、利用方法を学ぶだけじゃなくて、これインストールしなきゃいけないんですけども、インストールして、例えばその Google 翻訳とつなげたりだとかしたりするんですけども、結構ね、そのセットアップだとか、結構ややこしかったりします。で、なので、利用、最初に習熟して、サクサク使っていけるようになるまでに、頓挫するという方が結構いたりするのも、このオメガ T の特徴です。で、もう一つ、翻訳支援ツール、紹介させていただきます。これ、みんなの自動翻訳という、これはオンラインのツールなんですけども、これ、いわゆる、情報通信機構、僕たちよく NICT って呼んでますよね。で、NICT さんが開発して、オンラインで提供している機械翻訳のツールです。で、これ、機械翻訳のツールなんですけども、このツールが一番、いいなと思うところって、そのオープンソースが、オープンソースのコミュニティが翻訳に利用して、その成果を公開することを明確に認めているんです。この、利用規約、右手にね、みんなの自動翻訳 のウェブからこう切り取った画面があるんですけども、この下の方にスクロールしていくと、利用規約があるんですけども、利用規約の中でそれを明確に述べていると。じゃあ、例えば Google 翻訳の利用規約を読むと、それが明確に読み取れるかというと、実はそうでもないんですよね。いいとも言ってないし、ダメとも言ってないと。だから、ちょっとグレーな感じなので、ちょっと心配があると。で、その点、NICT の、機械翻訳は明確に認めてくれているので、これ、非常にこう、安心して使えるなというところですね。で、あと、オンラインのツールなので、これ、インストールがいらないんです。なので、ちょっとさっきね、オメガ T の時に、インストールして、使う時に、結構、ややこしかったりするって話をしましたけども、その課題が、このオンラインツールにはないです。で、あと、オメガ T と同様なんですけども、かなり多種多様なドキュメントフォーマットに対応しているだけでなくて、しかも、いわゆるこの WYSIWYG モードですよね。翻訳したいドキュメントを、英文のドキュメントがあったら、そのドキュメントの見た目そのまんまに日本語にこうできていくという、いいところがあったりします。で、次が、本当にこう一番の売りだと思うんですけども、基本的にやっぱりこう機械翻訳エンジンなので、翻訳メモリーをこう手動で、マージして、統合したりだとか、いろんな、ね、コミュニティの、開発者が、
それぞれの翻訳 メモリができて、それをこう統合するのって誰かがこう、ね、手動でやんなきゃいけないんでわけなんですけども、その手間がないと、自動的にこう統合できていくというところが一番こういいところですね。でもなんかいいことづくめのような気はするんですけども、やっぱり弱いところがあって、これまだね、グループ翻訳機能がやや弱めっていうね、そういった弱点があります。これまた後で触れたいと思います。で、コミュニティ翻訳の事例として、まさに今日のね、そのハイパーレッジャー、ハイパーレッジャーパブリックのジャパニーズドキュメンテーショングワーキンググループとの話を、まあ、ここでちょっとしたいなと思います。で、詳しくは後からこうね、話が出てきますけども、まあ、GitHub を利用して、まあ、コミュニティ翻訳を実践しているグループで、先ほど来お話をしている翻訳メモリーの共有なんかも一部実践して、現在ね、GitHub 上でメンテはされている模様です。後で多分ね、詳しく話してくれるんじゃないかなと思うんですけど。なんですけども、じゃあこれ、今ずっとこう話していた、こういうプロセスでできているかというと、実はそうでもなくて、やっぱり先ほど申しましたように、その翻訳メモリーをコミュニティにフィードバックしてマージするっていうのがあって、とっても大変な作業で、なかなかそういう部分で苦戦しているというふうに、以前、辻田さんから聞きました。で、やっぱりこういう課題がね、実際にやってみようと、コミュニティ翻訳をテクノロジーを使って、カッティングエッジのワーキングプロセスで、楽しく、効果的にやってみようというグループはいるんですけども、でもやっぱり課題があってなかなかそうはいかないという現状ですよね。で、それをやっぱり解決したいということで、今現在次の手を今私たち Linux Foundation でも打ってます。で、まず、まあ、それがこれなんですけども、この今先ほど出てきたニクトさんのみんなの自動翻訳に関して、まあ、ニクトさんと Linux Foundation で、まあ、協業しよう、しましょうということを発表しました。去年の12月です。で、基本的にこう何をするかというと、まあ、ニクトさんから、みんなの自動翻訳の技術提供を受けて、まあ、ソフトウェアをまあ私たちに、まあ、頂戴って言ったら変ですね。まあ、利用させてもらうと。で、Linux Foundation のサーバーにみんなの自動翻訳をまあ実装して、で、オープンソースのコミュニティの皆さんに利用いただきます。で、そうすることによって、オープンソースのでの利用に最適化した翻訳エンジンへ育てていくという取り組みにしたいなというふうに思います。まあ、先ほど申しましたように、コンテナと、私たちのね、業界で言えば、いわゆるコンテナ技術なんですけども、オープンソースというか、IT 業界以外だったら、コンテナって、まあ、入れ物ですよね。容器ですよね。なので、やっぱりこう、オープンソース、テクノロジーに特化したやっぱり翻訳エンジンが私たちは必要だというふうに思います。で、それを育てていく取り組みにしたいなと思います。で、みんなの自動翻訳では、まあ、手作業による翻訳メモリーの統合作業が不要なので、これがうまくいけばハイパーレッジャーファブリックの翻訳グループが今直面している課題は解決されるんじゃないかなというふうに期待しています。で、そうすることによって基本的に文章は、機械がマシンが自動的に翻訳してくれるので、コミュニティの翻訳者はいわゆるこうレビューとインタープリテーションっていう高付加価値な作業にフォーカスできるということになります。で、先ほど申しましたようにそのまだねみんなの自動翻訳にはそのグループワーク機能で若干こう弱いところがあるんですけども、それもまあニクトさんと、まあ、Linux Foundation に協力して解決していくという方向性ではあります。で、このオープンソースに、翻訳エンジンを利用することによって、翻訳プロセスがどう変わるかっていう点なんですけども、これは先ほどのフローの絵なんですけども、左端ですね、その例えばその、翻訳メモリーを、マージしてでアップデートするという作業って、機械翻訳がない場合は、このステップってまあ基本的に手作業なんですよね。なんですけれども、この機械翻訳を活用すると、いわゆるその、当然ね、その、翻訳メモリをマージするっていう部分も、自動化されるわけなんですけど、当然その前段階の実際にその、翻訳をするという部分も、自動化されるんで、かなり、作業自体が、理論的に理屈の上では楽になるというふうに、思います。で、まあ、最後になりましたけども、まあ、そういうね、テクノロジーを、これからこう育てていっても、でも結局、最終的には、やるのは人なので、
実際にその、コミュニティを、その翻訳のコミュニティを、活性化させるには、それ以外にもやっぱりこうやらなければいけないことって当然あるはずなんです。じゃあそれは何かと、どうすれば、皆さんが、モチベーション高く翻訳に関わって、高い効率で楽しく、翻訳作業をできるかっていうことをこう考えると、まあ、2つぐらいあるんじゃないかなというふうに思います。で、1つはやっぱりそのテクノロジーだけじゃなくって、そのテクノロジーを上手に使うため の, プロセスというか、そのワーキングモデル、これが重要なんじゃないかなというふうに思います。で、それが例えばその、まあレポね、GitHub なんかの、ね、レポジトリを使ったコミュニティ翻訳だと思いますし、その例えばそのいわゆるそのオープンソースの普通の一般的なプロジェクトってこうメンテナーがいたりだとか、メンテナーがいてそのアプローブしてっていう、まあ、そういったこうワークプロセスがあるわけなんですけども、そういったいわゆるそのオープンソースライクな、ワークプロセスを、制定する必要があったりだとか、あとですね、じゃあ、翻訳した、成果物 の, 著作権ってどうなるんだっけみたいな CLA の整理だとか、まあ、CLA だけじゃないんですけども、その著作権をどうするかっていう整理だとか、こういうその翻訳をみんながこう、スムーズにこう始められる、そういった、仕組み作りがこれから重要なんかなというふうに思います。で、それだけじゃなくって、そうすることによって、その仕組みを作ることによって、そのスムーズにこう始められる。で、スムーズに作業ができる。まあ、そこはこうクリアできると思うんですけども、やっぱりこう、コミュニティの翻訳ってこう楽しくなければやっぱ続かないんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ、どうするとやっぱりこう楽しくなるのかっていうところなんですけども、やっぱり、一つは、翻訳をすることによって、自分のそのテクノロジーに対する知識が、向上するんだっていう、まあ、そういった部分がこうリアルにこう、皆さんにこう分かってもらえるっていう、まあ、それが必要なんかなというふうに思います。当然自分で翻訳した人はその手応えがこう得られていると思うんですけども、そういう、ね、その手応えが得られていない人が翻訳コミュニティにこう関わるには、やっぱり翻訳すると翻訳って本当に自分のためになるんだよと、自分の知識の向上になるんだぜっていうことをしっかりこう伝えていかなければいけないのかなというふうに思います。で、もう一つが、あと、この他者とのコラボレーション。ここはね、一番重要な部分かなと思うんですけども、やっぱり翻訳をして、みんなから評価されたりだとか、感謝をされたりだとか、翻訳に対してフィードバックをもらったりだとか、っていう、コラボレーションが生まれることによって、コミュニティ翻訳ってもっと楽しくなるんじゃないかなというふうに思います。なので、先ほどオメガ T だとかみんなの自動翻訳だとかっていう、まあ、ツールがあって、このテクノロジーを使うことによって間違いなく効果的に翻訳はできるようになっていくと思うんですけども、だけじゃなくって、このように人がスムーズにその各コミュニティにこう参加してくれる人たちがスムーズに、作業ができて、そして楽しいと思えるこの仕組み作り、これが非常に重要であるというふうに、まあ、感じています。で、こういったその、まあ、翻訳に関する、これからどうすれば翻訳って楽しくなるだろうか、どうすれば効果的になるだろうかっていう、そういった議論をたまに、このコラボレーティブトランスレーションミートアップというところでやってますので、もし、関心がある方はぜひこのミートアップに、これからも、ちょこちょこと参加していただけると良いかなというふうに思います。で、最後に一言です。最後に一言、バンコクの翻訳者を団結せよと。これなんかどっかで聞いたようなセリフですね。バンコクの翻訳者を団結せよと。そして翻訳メモリーをシェアしようと。もうここ重要です。翻訳メモリーをシェアすることによってみんなが楽になると。で、みんなが団結してみんなが翻訳メモリーをシェアすることによって、この翻訳っていうのは絶対楽しくなるし、絶対効果的、効率的になるというふうに感じています。以上です。ご清聴いただきましてありがとうございました。じゃあ、福谷さん、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしたらですね、次はですね、私の方からグループの具体的なお話をちょっと始めたいと思うんですけど、その前に一つお伝えし忘れてました。チャットと Q&A のコーナーもあるんですけども、ウェビナー基本的には参加者の方は音声オンにはできないようになってるんですけど、挙手のマークがありますので、手を挙げていただければこちらで音声オンにしてお話しいただけますので、ぜひ声でっていう方は挙手ボタンでお知らせください。では、
次の私の方から。画面見えてますでしょうか。ハイパーレッジャーファブリックジャパニーズ、ドキュメンテーションワーキンググループの、まあ、インターナショナルグループ全体の活動についてということでちょっとお話をします。私すいません申し遅れましたが、このワーキンググループの、まあ、発起人でもあり、あとハイパーレッジャーミートアップ関西の方もこうファウンダーとしてやっております。辻田と申します。はい。私たち、このワーキンググループはですね、まあ、ハイパーレッジャーファブリックの、まあ、中にあるっていう感じですね。Linux Foundation さんが、まあ、ハイパーレッジャー、ファブリックをサポートしていらしてて、その中にワーキンググループが本当すごくたくさんあるんですけども、その中の一つに、ドキュメンテーショングループというのがあって、まあ、そこのインターナショナルグループという感じです。でハイパーレッジャーに関しては、Linux Foundation Japan さんが、サポートする、まあ、ハイパーレッジャーミートアップ東京も有名なんですけども、まあ、関西でも細々と。ちょっと最近やってます。で、まあ、このドキュメンテーションワーキンググループなんですけども、ハイパーレッジャーファブリックのドキュメント、まあ、皆さんご存知かどうか、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけども、基本的には英語で提供されてました。されてます。で、それを日本語に翻訳するんですけど、そのドキュメントの作成グループとはまた別で、やってます。ドキュメントの作成自体はその開発者の方がそうでやってらっしゃるんですけど、それではなくてそれを、まあ、その関連の活動としていろんな提案とか検討とか、まあ、翻訳グループのサポートなんかを、するような、まずドキュメンテーションワーキンググループっていうのが大きく一つあります。現在、GitHub ですね、GitHub って今データを共有するバージョン管理 のツールなんですけども、その上では11言語あります。で、一番最初に始まったのは中国です。中国語から始まって、その次がマライラムだったかな、 インドの言語なんですけど、まあ、インドの言語今ね2つ立ち上がってるんですよね。とか、で日本語だったりとかフランス語とか、いろいろあります。で、各言語それぞれ別々に活動してまして、で、まあ、インドの、 マライラム のグループは、まあ、バックは大学だったか学校関係の方が、まあ、サポートしてらっしゃいますし、まあ、日本語グループは、まあ、本当いろんな会社の方が来てます。で、まあ、あ と、面白いというか興味深いのはスペイン語とかですね。スペイン語、そうですね。スペイン語とかは、まあ、スペイン語っていろんな国で話を使われている言語なので、まあ、ちょっと小ネタなんですけども、まあ、大体その何て言うんですかね、言語を表すときに言語国みたいな、日本だったら例えば、JA-JP みたいなことになるんですけど、まあ、いろんな国で話されている言語どうすんだみたいなこと でも国いらないんじゃないみたいな感じで、その言語だけのこう表記になったりとかですね、まあ、インターナショナルならではのこうちょっとこのネタがあったりとかしてますいう感じで、まあ、いろんなグループでそれぞれ、別活動してますが、まあ、定期的に、Zoom のミーティングを全体で行っていたり、GitHub はもちろんチャットツールがありますので、それで分からないところをお互い聞き合ったりとか、ウィキなどで情報交換してます。まあ、これらは、まあ、もちろん共通言語としての英語で使っています。で、その、ちょっとドキュメンテーショングループのキャンペーンのお話なんですけど、まあ、そのグループが、まあ、よりグローバルなコミュニティにしよう、まあ、僕が英語でない開発者にもっとアプローチしていこうということで、まあ、先月ですね、ハイパーレッジャー のブログを、公開しました。まあ、そのブログの中に動画でいろんな言語 その開発者 翻訳者の方のお話とか、
まあ、これからどうしよう、どうしていくっていうお話とかもありますので、もしよかったら、このページご覧になって、見てみてください。私も少しコメントしてます。まあ、一番大きなところは、まあ、翻訳協力者をもうこれからもっと募集していきたいっていうところですね。福安さんのお話にもあった通り、やっぱりその言語の壁っていうところでその壁を感じてらっしゃるのは日本語だけじゃないっていうのはすごくこれで私も分かりました。でやっぱり翻訳ってそれなりに効率化はしても時間がかかる部分もありますので、いろんな方にご興味持っていただいて、まあ、ちょっとでも協力いただけたらなっていうのもあります。でですね、その中でジャパニーズドキュメンテーションワーキンググループは、去年の7月頃にスタートしました。で、本体の、ワーキンググループと同じように定期的に、Zoom のミーティングや、チャットウィキでの情報交換をしています。これは日本語オンリーですね。で、あとそうですね、まあ、今はその小屋さんのご紹介にあったツール、みんなの自動翻訳については必須にはしてないんですけども、やはりまあ、翻訳によくされてる方はご存知だと思うんですけど、その表記の揺れ、先ほど そのサーバーなのかサーバーなのかみたいなところ その統一をしたりとかするのに、やっぱりメモリーとか用語集みたいなところは必要になってきますので、これからどんどん取り入れていきたいなということを考えてます。で、まあ、それのご縁もあって、エンジニア、そのメンバーは基本的に、エンジニア技術者で、まあ、翻訳する人、レビューする人で、中には、ファイファーレチャーファブリックのコントリビューターの、コラボレーコラボレーターの方もいらっしゃるので、その技術的なちょっと面でもすごく心強いんですけど、さらにですね、そのエンジニアではない翻訳の専門家、翻訳だけをまあ基本的に普段はやってらっしゃる方にも参加いただいて、まあ、そもそも翻訳ってどうやってやってるのですとか、そのエンジニアではない方がこういった技術英語を翻訳するときに、まあ、何が必要で何が必要でないとか、まあ、そのツールを使ってどれだけこう分業ができるかみたいなところも、まあ、これからちょっともっとやっていけるなっていうことで、まあ、翻訳自体に関してその作業そのものに関してもちょっといろいろ研究対象なものがあって、ちょっと面白くなっています。なので、まあ、基本的にはワーキンググループとしてはもちろんファイファーレチャーファブリックのドキュメントを翻訳するっていうところが、まあ、一番の、メインの、目的なんですけども、そういったその、作業の効率化ですとか、その翻訳自体をもっと良くしていこうっていうところの、取り組みも、考えています。でですね、一つ何か言おうと思って忘れてしまいました。まあ、後からちょっとまた思い出したら言います。で、全体のお話に関しては私からは、以上です。ここから、メンバーの、日立製作所の、佐藤さんと下沢さんにバトンタッチをして、具体的な作業、私たちがやってる作業についてお話しいただきたいと思います。大丈夫でしょうか？はい。よろしくお願いします。まあ、こちらのセッションの方では、ハイパーレジャーファブリック、ドキュメント、日本語翻訳プロジェクトの、まあ、具体的なご紹介ということで、進めていきたいと思います。まあ、発表の方はですね、私、日立製作所の佐藤と、あと下沢の方から発表させていただきます。で、まあ、こちらのセッションなんですけれども、このような内容で、話をさせていただきたいと思っております。こちらのセッションでは、ハイパーレジャーのことをですね、単に、ファブリックとも、省略していきますので、ご承知おきください。ですね、まず、まあ、ユーザー向けといいますか、まあ、共通の、話といたしまして、このドキュメントワーキンググループの、日本語のですね、ワーキンググループのご紹介と、あとはですね、まあ、
ファブリックのドキュメントに関するですね、まあ、簡単なご紹介させていただいた後にですね、まあ、実際にあの翻訳活動にご協力いただけるという方、まあ、コントリビューターの方向けにですね、あのプロジェクトへの参加方法と、あとコントリビューション方法についてですね、まあ、手順に沿ってご紹介させていただきます。で、まずユーザー向けのお話です。まあ、ちょっとこちらですね、あの先ほどの内容を被る部分でありますとか、まあ、ちょっともうすでに知っている方も多そうなんですけれども、ちょっと内容としては重複する部分もありますけれども、ご了解いただければなと思います。でまずあの先ほどの話もありましたけれども、ファブリックのですね、ドキュメントワーキンググループというのが大元にありまして、まあ、その下にですね、インターナショナルグループということで、各言語のですね、ワーキンググループが存在してまして、まあ、その中に日本語があります。で、こちらの運営はですね、基本的には言語ごとに独立して運営がなされているんですけれども、ノウハウ等はですね、結構適宜あの他のワーキングとも共有されております。で、日本語ドキュメントワーキンググループの概要がこちらになります。まあ、先ほどもありましたけれども、大体ですね、昨年の、6月、7月ぐらいにですね、ちょうどこの、大元のドキュメントワーキンググループの方で、まあ、いくつかの、言語の翻訳の話が立ち上がる中でですね、まあ、日本語の話が出てきまして、辻田さんの方が発起人となってくださいまして、立ち上がりましたと。で、現在までにですね、まあ、非常にさまざまな方がご参加いただいてまして、22名の方が今メンバー登録しております。で、うち、15名の方が翻訳者、それから7名の方がレビューアーとして活動、しております。で、主な活動内容なんですけれども、基本的にはですね、ファブリック本家のドキュメントを、翻訳していくというのを、まあ、オンラインベースで行っております。ワーキングの中で、まあ、ざっくりとしたターゲットを決めまして、まあ、個々人がですね、まあ、各ページ単位で、まあ、翻訳を行いまして、まあ、それをプルリクエストで投げて、まあ、レビューしてマージされるという感じです。まあ、あとはまあ、先ほどもですね、まあ翻訳メモリーとかそういうキーワードありましたけれども、ワーキングの活動方針等を含めた議論をですね、ウェブのミーティングベースで行っていたりもします。でこちらの日本語ドキュメントなんですけれども、もうすでに、公開がされておりまして、基本的にはその、マージされたですね、ページから、日本語に差し替わっていく形で順次公開されております。でここでですね、ドキュメントの話に入る前にですね、ファブリックのバージョンの話をさせていただきます。ちょっとこのあたりはですね、かなり多くの方が、すでにファブリックを使ったことあるということで、まあ、よくご存知かもしれないんですけれども、まあ、初めての方であるとか、まあ、最近触ってなかったよという方向けに、ちょっとご紹介したいと思います。ファブリックの方ではですね、まあ、ロングタームサポート、LTS 版含めまして、複数のアクティブなバージョンが現在存在しております。で、ドキュメントの方もですね、このバージョンごとにちゃんと管理されているというような関係性になっております。ざっくりですね、バージョンといたしましては3種類ぐらいありまして、まあ、1つ目が 1.4K ということで、こちらはリリース 1.4 ブランチの方で管理されております。こちらは旧 LTS バージョンということで、ファブリックは比較的若い、プロジェクトだと思うんですけれども、まあ、こちらの中の、最初の LTS 版だったんですが、ちょうどこの4月でですね、コミュニティサポートが、切れるということで、まあ、現在は 2.2K の、利用が推奨されております。で、その 2.2K というのがですね、リリース 2.2 ブランチの方で管理されておりまして、こちらが、まあ、現時点でのですね、最新の LTS バージョンとなってまして、基本的には各、まあ、翻訳ですね、言語の翻訳に関しては、こちらのバージョンを対象に推進されております。まあ、ですので、ユーザーの方、あるいは、翻訳を今されるという方はですね、基本的にはこちらのバージョンに着目いただければなと思います。まあ、ご参考としてですね、最新版ということで、次の LTS 版に向けた、まあ、最新版の開発というのも、いくつかのブランチで行われておりまして、
まあ、すでに 2.3K は、リリース済みではあるんですけれども、まあ、こちらは非 LTS となっておりますというところと、あとはですね、メインの方の、では2.4K 以降に向けたですね、開発が進んでおりまして、まあ、次の、まあ、LTS が出ていくと、まあ、ちょっとこのあたりの翻訳という話にも移っていくかなと思います。で、ファブリックドキュメントの概要といたしまして、ファブリックのメインドキュメントはですね、基本的には Read the Doc というサービスの上でホストされてまして、こちらの URL の方から飛んでいただくと、まあ、こんな感じのドキュメントになっていまして、まあ、言語とバージョンを、まあ、こちらのような形で選択できるようになっております。で、デフォルトはですね、リリース 2.2 の英語版が、表示されるようになっております。まあ、1点注意点といたしましては、まあ、こちらの、ドキュメント上のバージョンレイティストというのはですね、メインブランチを指すというところで、まあ、ここだけ名称が違いますというところです。あと、その他にもですね、まあ、いくつかドキュメントは実は存在しておりまして、まあ、ファブリック CA ですね、認証局のコンポーネントがあるんですけれども、こちらのドキュメントが、別管理されているというところと、あと各種 SDK、API のドキュメントとかですね、あとリポジトリの中のリードミーなんかは、まあ、あるんですけれども、まあ、基本的にはメインドキュメントを見ておいていただければ、まあ、必要なものはメインドキュメントの方からリンクがあるという感じです。で、ですね、まあ、具体的にどんな、ドキュメントがあるのかというところの簡単なご紹介です。まあ、こちらもですね、まあ、よくご存じの方も多いかもしれないんですけれども、まあ、説明させていただきますと、まあ、イントロダクションとかですね、まあ、最近の、機能の、説明に始まりまして、まあ、ファブリックはですね、まあ、結構概念とか複雑だと思うんですけれども、そのあたりのですね、説明をするためのキーコンセプトとか、あとはその、まあ、多分これはよく使われた方多いと思うんですけれども、まあ、ゲッティングスターテッドということで、まあ、インストールからサンプル動かすまでの、まあ、ハンズオン、的なですね、まあ、ドキュメントというのがありますと。あとは、まあ、さらに進んだ話として、スマートコンタクトの書き方とか、あとはその各機能のチュートリアル集みたいなところもあります。あと、まあ、比較的最近の話でいきますと、結構管理者向けの、ドキュメントというのが、まあ、徐々には充実してきているなという、印象でございます。で、あとはですね、まあ、コントリビューションズウェルカムということで、まあ、ファブリックの本家にですね、コントリビューションする方法なんかもちゃんとドキュメントとして、まあ、記載されておりまして、まあ、こちらの、ワーキンググループといいますか、翻訳に関しても共通言語共通のですね、部分に関しましては、参加方法を含めてドキュメントが整備されています。あとはそのグローサリーということで、結構ファブリックの用語集のところですね。ここは比較的シンプルにまとまっているので、このあたりはですね、結構役に立つのかなということで、まあ、最近使ってなかったという方に、まあ、一応もうおすすめというふうに書いてますけれども、ちょっとこのあたりをですね、見ながらやっていくといいんじゃないかというところで記載させていただいております。まあ、このドキュメントというかこのスライド自体はですね、おそらく後日、なんかどっかにシェアされると思うので、まあ、必要に応じてですね、ご参照いただければなと思います。はい。で、日本語版のドキュメントなんですけれども、こちらのリンクの方からアクセスするか、あるいは英語版の方に行ってですね、まあ、日本語を選んでいただくと、参照できるかと思います。最近だと結構ハイパーレイチャーファブリックって Google で入れると日本語ドキュメントも上の方に出てきたりします。でちょっと1点注意点といたしましては、まあ、バージョンがレイテストになってるんですけれども日本語に関して。これ実態としてはリリース 2.2 の翻訳結果となっているという点にご注意ください。でワーキンググループとしての進捗状況ですけれども、まあ、最新の LTS 版である 2.2 を対象に翻訳を推進しておりまして、まあ、ファーストトピックスということで、ですね、まあ、必須のトピックスに関しましては、まあ、全て翻訳済みと。あと、そのサジェスティッドネクストトピックスということで、まあ、コミュニティの中でですね、まあ、この辺優先した方がいいんじゃないのというようなトピックがあるんですけれども、
まあ、こちらに関してもですね、まあ、7割、8割ぐらい、翻訳が進んでおりますので、まあ、先ほどですね、この辺おすすめですって言ったようなページに関しましては、ほぼほぼ、多くのページをですね、まあ、すでに日本語で、見ることができるようになっているかなと思います。まあ、ただ一方ですね、アザーズということで、まあ、その他のページも結構いっぱいありまして、ただここに関してはですね、まだ手つかずのものが非常に多いので、ちょっと今回の、ミートアップをきっかけにですね、まあ、参加をご検討されている方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ、まあ、ご協力いただけると、ありがたいかなというふうに思っております。で、あとはですね、まあ、各種チャンネルということで、まあ、コミュニケーションをどう取っているかというところを簡単にご紹介させていただきます。まあ、ハイパーレジャーの方でですね、ロケットチャットという、まあ、チャットの、サービスですかね、を、まあ、使っておりまして、まあ、そちらの方でですね、日本語の専用のチャンネルというのがあります。で、アナウンス含めまして、結構多くのやり取りがここで、行われていますので、まあ、非常にカジュアルなやり取りが多いですので、まあ、例えばユーザーとしてですね、の質問とか、ご意見、まあ、ドキュメントに関して何かありましたら、ぜひお気軽にですね、こちらに何かメッセージをいただければなと思います。ただ一点注意といたしましては、こちら、読み書きするためにですね、Linux Foundation ID というのを取得する必要が、あります。ちょっとこちらのに関してまた後ほど出てくるかと思います。あとですね、Wiki ページの方で、このワーキンググループに参加しているメンバーであるとか、あとはその最低限必要なですね、翻訳のルールとかノウハウ、このあたりを蓄積しております。あとはそのミーティングのですね、情報なんかもありまして、まあ、メンバー登録こちらで管理しているので、まあ、翻訳に参加されたい方はですね、こっちか、まあ、お好きな方にですね、何かメッセージいただければ、まあ、誰かしか反応が、あるかなというふうに思います。あと、ドキュメント自体はですね、まあ、GitHub 上の、方で、まあ、一周度プルリクエストを管理しているというところと、あとですね、ウェブベースで、ミーティングを行ってまして、まあ、その共通の話題として、コントリビューター内でのですね、まあ、情報共有とかを、まあ、最近かなりプロジェクトが安定してきたので、まあ、頻度かなり下がってるんですけど、まあ、隔月ぐらいで、開催してますので、なんかある方はですね、まあ、まあ、いきなりこちらの方にご参加いただいても、全然ウェルカムでございます。あと少しですね、先ほどの発表の中でもありましたけれども、まあ、その翻訳のメモリを貯めていくというようなところをですね、うまくやっていくための、まあ、サブグループというのもございまして、まあ、こちらの方でですね、まあ、用語集、まあ、翻訳メモリの一部になるかと思うんですけれども、まあ、そちらの整備であるとか、あとはその、まあ、翻訳ツールの活用等々を含めたですね、やり方というのを議論していたりします。はい。では、ここからはですね、コントリビューターの話ということで、スピーカーの方を切り替えたいと思います。はい、まず北地製作所の下沢です。で、ここからは実際に翻訳をして、まあ、コントリビュートしていただける向けしていただく、まあ、その手順とかそういったことについてお話をしていきたいと思います。はい。で、まず、まあ、コントリビュートしていただくためにまず一番最初に必要なのは先ほど、まあ、も出ましたけども、Linux Foundation の ID。を取っていただもしお持ちでない場合には取っていただくということが必要になります。まあ、これはこのアカウントを使ってWiki ですとかロケットチャットで、まあ、ログインをするのに必要ですので、まあ、これをまずは取っていただくということが必要になります。まあ、具体的な手順はそれこそこの、翻訳しているこのコントリビューティングっていうその共通言語共通の、翻訳手順のコントリビュートのための手順のドキュメントがありますのでそれを参照していただくと、まあ、分かりやすいかなと思います。で、その次にですね、まあ、メンバー登録ということで、現在、この日本語翻訳ワーキンググループでは、ウィキ上のページでですね、参加メンバーと、あとそれぞれのメンバーの役割、ロールを、まあ、管理しております。アドレスはここに書いてある、ウィキのページなんですけども、今現在2種類のロールがあります。1つは翻訳者というもので、まあ、これはまあ翻訳をしていただく方。もう1つはレビューアーと、もう1つはまあレビューアーということで、まあ、この翻訳に加えまして、他の方の翻訳の結果のレビューを行って、まあ、一応マージをするという、プロリクをレビューするという役割を担う方と
ということで、まあ、この2つの2種類のロールがございます。で、レビューアーの方については、まあ、もちろんその翻訳結果のレビューを行うということで、ある程度その、まあ、ファブリックの経験がある方ですとか、あとは Linux ファンデーションがやっていらっしゃいます、その資格です。それを持っている方といったところを目安にしていただいて、まあ、これ基本的には自己申告なんですけども、まあ、その技術、ファブリックに関する技術的な間違いとか、そういったところが分かる方は、ぜひレビューアーとしてなっていただいて、それ以外の方でも翻訳をするということをぜひしていただきたいので、まあ、その方では翻訳者ということで登録していただければと思います。はい。ここで一応、手順のところで書きましたけども、先ほどもありましたように、ロケットチャットのチャンネル、日本語チャンネルとか、あるいはウェブページのコメントとか、ところでもいいんですので、何か入力いただければ、もし分からないことがあれば、誰かがサポートしますので、ぜひお気軽にこのあたりに参加してみたいという方は、ご連絡いただければと思います。はい。で、これは今のが、まず最初にその登録していただくための、翻訳に参加していただくための登録という手順なんですけども、じゃあ次に実際にその翻訳をするというのは、ここにあるような手順に従っていただくということになります。ちょっとこの図はごちゃっとしてて、こんなに何か複雑なことをするのかと思われるかもしれないんですけども、基本的にはその普通の、Git を使った、プルリークを送るのとほぼ同じ手順になっています。よく見てください、単にこれは、GitHub、Hyperledger のアカウントにある、Fabric Docs i18n という、そのレポジトリから自分のアカウントにフォークをしてきて、それをクローンして直して、プッシュしてプルリクを出すと。この後ちょっと具体的にやり方をちょっと画面の写真を踏まえて、お見せしますけども、こういった手順になるということのちょっとを図にしただけのものです。で、先ほどから福谷さんからもご紹介ありましたけども、ここに対して今、まだちょっとこれは明確な手順っていうのはまだ議論中なんですけども、みんなの自動翻訳という、翻訳ツールを活用した場合には、ここにもうちょっと手順が入るという形にはなっています。これは手作業でやる部分の代わりということになります。はい。で、実際に翻訳するにあたっては、一応その、その基準ですね。全体として統一したい、翻訳の必須を一定以上に保つために、最低限共通のルールですとか、用語集というものを整備しています。これは、この後、翻訳メモリとかそういったところで活用していく予定ではあるんですけども、手作業で行う場合につきましても、一応その最低限のルールとか、その用語集というのを参照していただいて、それに合わせて翻訳していただくと、みんなが幸せになるだろうということで考えて、一応この翻訳ルールというものがあります。でこれもウィキ上にありまして、必要に応じまして、そのミーティング、ワーキンググループのミーティングで改定をしていくという形になっております。ここに書いてあるのはかなりその初歩的なといいますか、かなりベーシックな話でして、例えばその翻訳するときにデスマス調にするですとか、あとはどういったところ、どういったチェックをするかっていうそのセルフチェックリストみたいなのがありますので、ちょっともし翻訳していただける場合には、ちょっと一読をしていただいて、確認していただけると良いと思います。で、もう一つは用語集でして、これはその、翻訳するにあたって日本語、英語の一部の単語ですね、それをどの単語に日本語にしていくかというところを統一したいということで、これをまとめ、その統一するため の, その、用語集をまとめています。で、ここのレポジトリに管理されていまして、で用語ごとにそのレベル1、レベル2、レベル3、レベル4みたいな数字がついています。で、これ分けているのはですね、どうしても必ず守ってほしい用語、この翻訳はこの翻訳に統一するという、そういったもののファブリックもので、ファブリック固有の用語ですね、ファブリックにしか出てこないような用語、ピアとかオダラとか、そういったものがレベル1として、あとはそのブロックチェーンに関する、この界隈に使われている用語で、そういうの、ただしその中で重要な用語というのはレベル2ということで、書いています。それ以外はレベル3、レベル4ということで、まとめていまして、この辺はベストエフォートで、もしその、どうやって訳すのかな、この単語をどうやって訳すのかなというときに参照していただいて、そのガイドラインとして使っていただければというふうなものになっています。
はい。で、レビューアー側で、投稿されたときにはレビューアー側がまあレビューをするわけなんですけども、まあ、レビューしている一応観点ということで、まあ、これ若干個人的な感想にもなるんですけども、まあ、こういったところを見ているということで、まあ、先ほども話しましたように、基本的にはその、翻訳ルールですね、こちらで紹介した翻訳ルールの点を見ています。まあ、用語の統一ですとか、まあ、そのレベル1、レベル2に相当する部分ですね、の、単語がちゃんと統一されたように、翻訳、用語集に従って訳されていますかとかいうところと、あとは日本語としての統一性ですね、まあ、そのデスマス調であるとか、まあ、そういったところを見ています。で、あと一番重要なのは、その福安さんがインタープリテーションと、おっしゃっていましたけども、まあ、その技術的に誤りがないかということで、まあ、この部分ですね、どうしてもちょっと、場合によっては文意が逆になっている訳とか、まあ、ちょっと原文が変に複雑な場合もあって、若干変になっている部分がありまして、そういう場合はまあその技術的に間違っていると、まあ、結構混乱を読んだ方にその混乱を招いてしまうので、この点はちょっと注意をして見ているようにしています。あとは、まあ、ですね、まあ、そのフォーマットがマークダウンとかそういったもので書かれていますので、まあ、それがちゃんとコンパイルされているかとか、まあ、そういったところを、確認するといったところになります。はい、では、コントリビューションの実際の手順について、まあ、簡単にその画面のスクリーンショットを交えてお話をしていきたいと思います。で、まあ、先ほどまあそのアンケートで GitHub を使われたことのある方が、まあ大半ということで、まあ、この辺については、どちらかというと、まあ、まあ、分かりきっているといいますか、まあ、普通のプルリクの話ですので、まあ、ちょっと簡単かもしれません。まあ、今一応、ちょっと、もし分からない方ともいらっしゃると思いますので、大まかな流れで、まあ、お話をしていきたいと思います。でまず最初には、やることとしまして、GitHub で、まあ、どの翻訳ページを翻訳するかっていうのを、まあ、イシューという形で作って、あるいはその、もしイシューがすでにできているのであれば、自分にアサインをしてするということをしていただきたいと思います。まあ、これはそのどのページを誰が翻訳するかという作業分担をまあ管理するという目的もありますし、そしてまた自分がそこの翻訳をする、まあ、その他の人が同時に重複してやらないようにということもありますけれども、まあ、そういう翻訳の意思表示として、このアサインをするということをしていただければと思います。で次に、まあ、リポジトリをフォーク、まあ、もしまだしていなければ、フォークをして作業用の自分の個人用のリポジトリを作成しまして、で実際に翻訳作業をして、でプルリクを作成をして、まあ、レビューを待つというような手順になります。まあ、ここではちょっと翻訳作業については手作業ということで、Git と、まあ、VS コード、これはまあ自分のやり方ですけども、を使った形についてちょっとご簡単にご紹介をしたいと思います。でまず最初のイシューですね。まあ、繰り返しになりますけども、翻訳の作業分担というのは一周で管理しています。でそれはまあこのハイパーレッチャー、ファブリックドックス、インターナル、I18N のですね、レポジトリの一周を使っています。で、ですね、まあ、ここのページ、この、まあ、このレポジトリですけども、日本語だけじゃなくて、他の翻訳されている言語もすべて同じレポジトリを使っていますので、まあ、当然この一周というところには、すべての言語の一周が並ぶということになります。なので、まあ、ラベルですね。ラベルをつけていまして、日本語の場合にはこの JA、JP、Docs on Going という、まあ、ラベルをつけて、まあ、これが日本語の一周であるというのを、分かるようにしています。で、アサイニーというところがまあ担当している、この翻訳をするという担当している方を表しているものでして、まあ、ここがないものですね。この一周、この画面で言いますと、ここの3番目と4番目のもの。これは、このアサインのところにアイコンがないので、まだ誰も担当していない、誰もやると言っていないというページだということが分かりますので、まあ、こういうところから翻訳をする場合には選んでいただいて、選んでいただくというのが一つです。でただ、ここにあるイシューというのは別に全部のページが、パブリックのドキュメントの全部のページがここにあるわけではなくて、まあ、誰かがあらかじめ作ったりしたものが置いてあるだけですので、まあ、イシューが存在していないという場合も当然あります。まあ、そういう場合には、イシュー自体をまず作っていただくということから始めていただくということになります。で、これがまあそのこちらですね。まあ、そのドキュメントのページに対応するイシューがない場合には、まあ、イシューを作っていただくということになります。
まあ、簡単なルール書いてありますけど、まあ、タイトル、まあ、これは他のページ、他の一周を見ていただければ分かると思うんですけども、まあ、タイトルはページ名、まあ、階層構造になっている場合にはその親の、その階層構造もそれごと書いていただくと分かりやすいと思います。で、まあ、本文は別にそんなに凝る必要はなくて、まあ、まあ他のページ、他の一周と習っていただいて、その英語版のドキュメントのページと、あとこのレポジトリ上の翻訳するファイルですね、そのソースファイル、あのリストラクチャーテキストとかマークダウンとか、そういったところへのリンクを書いていただければ OK です。で、翻訳作業を、まあ、自分が今から取り掛かるというときには、アサイニーですね。アサイニーのところをここを自分にしておくください。あと、ちょっと忘れがちなんですけども、ラベルのところに JJP 独尊ゴーイングをつけることで、まあ、これ日本語のだよっていうのを、まあ、区別するためにつけてくださいという感じです。で、まあ、他方、まあ、もともと一周があった場合ですね、もうすでに一周があるようなページについては、ここにアサインのところで、アサインユアセルフというところをまあ選ぶことにあのクリックすると、文字的にこれでアサインされるので、これでまあ自分がやるよっていうことになります。はい。で、まあ、これで一周が終わったので、ついに次に翻訳の作業に移ります。で、ここからは、まあ、フォークをするということで、その、まず、この、オフィシャルのレポジトリそのものはあの書き換える、直接書き換えることはできないので、まあ、GitHub よくありますけども、その自分の、個人のレポジトリというところを、作業用のレポジトリを作ると、まあ、これの中身を丸ごとコピーして、まあ、フォークと言ってますけども、フォークをして、自分のところに用意をするということが必要になります。まあ、これ1回、最初に1回初回やればいいということになります。で、まあ、ここの GitHub 上のリポジトリからさらにですね、まあ、ここではちょっと Git のそのコマンドをそのまま使っていますけども、コマンドを使ってですね、あるいはその対応したエディターとか使っていただければそれでもいいんですけども、作業、自分のローカルの作業環境にクローンをしてくるという作業が必要になります。で、作業、あのクローンした後には、作業用のブランチということで、まあ、分かりやすいブランチですね、まあ、どの、ページを翻訳するんだっていう、その、それが分かるような名前のブランチを適当につけていただければいいと思います。で、その後はまあ手作業ですけども、で、実際にその対象のファイルをエディターなどで翻訳をしていただくということになります。まあ、これはちょっと VS コード、Visual Studio コードを使った例ですけども、あのレポジトリはこんな感じになっていまして、まあ、ドクスの下にロケールというのがあって、その下に JJP、まあ、他の言語と並んで JJP というのがありますので、その中のソースの下に、実際 の, そのソースファイルがありますので、翻訳をするページを開いて、まあ、翻訳をしていただくという形になります。こんな感じですね。で、まあ、その実際のドキュメントというのは、マークダウンですとか、リストラクチャードテキストというフォーマットで書かれていますので、この翻訳作業でフォーマットが崩れないように、まあ、プレビューとか、この後も他の方もありますけど、まあ、それで確認をしていただくと、まあ、最後に確認をしていただくというのが良いと思います。はい。で、チェックですね。で、チェックというのは、まあ、この翻訳したところで、まあ、ここに書きましたように、そのフォーマットが崩れていないかみたいなところをチェックするということで、まあ、まあ、実際にその HTML にそのマークダウンとかリストラクチャードテキストから変換をするというしてチェックをしていただくのが一番いいかなと思います。で、その手順はまあここに書いてありますように、まあ、これに従ってやっていただいて、そのスフィンクスというのを使っていますけど、メイク HTML で HTML にして、この HTML ファイルを開いて、まあ、実際に崩れていないかというのを見ると、目視で見る。あと、まあ、その前にこのコンパイルのところでですね、ワーニングが出てまして、まあ、ちょっと元からあるワーニングは、少なくとも8つあるんですけども、まあ、これが増えていないかっていうのを見て、確認をしていただくといいかなと思います。あ、そうですね。で、生成されて、HTML が生成されますので、まあ、それを直接ブラウザなどで開いて、こんなふうに翻訳さ、なってるのを確認していただくのがいいと思います。で、終わりましたら、そのファイルを変更をですね、まあ、コミットしていただくということになります。で、まあ、ちょっとコミットのところが実は一番結構重要でしてですね、まあ、ハイパーレッジャーの、まあ、これもハイパーレッジャーの一つのプロジェクトですので、
ハイパーレッチャーの流儀にちゃんと従っていただく必要があります。まあ、と言いましても、一番肝心なのはここですね。Git コミットをするときに、-S というのをつけていただくのが重要になります。まあ、このコミットメッセージですね。コミットメッセージのところに、この -S をつけますと、最後に signed off by という、この行が1行追加されます。でこれはその、まあ、DCO と言われていますけども、Developer Certificate of Origin ということで、CLA に代わるものの一つで、まあ、ハイパーレッジャーのに対するそのコントリビューションですね。まあ、全てのコミットはこの signed off by という行を持っていなければならないというふうに決められています。まあ、これによってその、ちゃんとこのコミットに対するその、ね、権利ですね。自分がちゃんとこの開発、コントリビューションする人が分かってです、ね、コントリビュートしているというその意思の表明になりますので、これは必ずつける必要があります。で、まあ、それ以外につきましては、まあ、1行目にどのファイルを翻訳したかっていうのと、あと JJP をつけることで、一応日本語だっていうの、日本語の翻訳だっていうのが分かるようにしていただくのがいいと思います。で、まあ、中身、そのコミット目線については、特に簡単に書いていただければ構いません。で、終わりましたら、フォークしたレポジトリにプッシュしていただいて、いただくということになります。で、まあ、これが終わりましたら、今度、プルリクを作成ということで、今、作業の個人用のレポジトリから、本家ですね、ハイパーレッジファブリック、ドックス、Azure のレポジトリに対しまして、まあ、プルリクをオープンしてもらうということになります。はい。で、まあ、これは内容はそんなに複雑ではなくて、まあ、JJP Docs Ongoing というラベルですね。これは一周と同じようにつけていただくというぐらいですかね。あとは、その一周へのリンクですね。まあ、数字ですけども、これをちゃんと、書いていただくと、まあ、どれの対する一周かっていうのは分かりますし、これがマージされるときに自動的に一周もクローズして、クローズされますので、まあ、これをつけていただくのがおすすめとなっています。まあ、プルリクを作っていただけたら、あとは、まあ、レビューアーが、誰かがですね、まあ、レビューをして、問題がなければマージしますし、もし何かまあ修正をお願いしたいときにはコメントがつきますので、まあ、それをちょっと待ってくださいという形です。でなるべくまあ24時間以内に誰かが対応できるように心がけていますけども、もしまあちょっと長期間反応がない場合には、ロケットチャットとか、まあ、いろんな方法、何かまあ連絡していただければ、誰かが反応するはずであります。ということで、まあ、これは簡単な手順、簡単な手順の説明ですけども、まあ、こういった形でですね、まあ、わからないことがあれば、それこそワーキンググループのミーティングとか、あるいはそのチャットとかで質問していただければサポートしますので、ぜひ、積極的にですね、こちらのドキュメントの翻訳に対するコントリビューションをお待ちしています。まあ、日本語文書ユーザーとしてですね、まあ、ご意見とか、もしあれば、ぜひいただけると、こちらもより良い翻訳にするということにつながりますので、ぜひいただければと思います。また、コントリビューションのお勧めとしましては、ドキュメントの翻訳を通じて、やっぱりファブリックそのものの理解っていうのを深めることができますし、あるいは本件のレポジトリへのコントリビューションにつなげることもできます。そのコミュニティへの参加というか、コントリビューションで一番最初のとかかりというのは、やっぱりドキュメントがいいっていう、ドキュメントがその一つの、口ではあるんですけども、やはりドキュメントというのは、初めての方が使うもの、初めて使う方がやっぱり参照するものでして、そこに間違いとか、分かりにくいところがあると、下手するとその人が使うのをやめてしまうということにつながってしまいますので、やっぱりその、なんていうんですかね、その顔といいますか、そのプロジェクトの、プログラムの顔となりますので、そこに対してコントリビューションするということは、やっぱり、すごくたくさんの人に直接影響を与えるような、そういったようなコントリビューションに貢献になると思いますので、そういったところを踏まえてですね、ぜひこういうところに、ドキュメントを通じてコントリビューションしていただけますと、もちろんファブリック日本語ドキュメント翻訳でも構いませんし、ファブリック本家の英語の方ですね、に対してでも、あるいはそのファブリック、ハイパーレッチャーですね、そういったところに貢献していただける、つながっていただければ、すごく嬉しいなと思いますし、これをやることはすごく楽しいと思いますので、ぜひぜひご参加というのをお待ちしております。ということで、ちょっと私からの説明は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。佐藤さんと下沢さんでした。一件質問が
来てます。ファブリックのことですけど、バージョン今、2.3 系開発中とのことでしたが、ちょうど先日 2.4 アルファがリリースされましたと。今後、バージョン2系から3系にはどういったタイミングで上がるとか、あとどのバージョンが次の LTS になるかご存知でしたら教えてくださいということですけども、どうでしょう、何か情報をお持ちですか、この辺。私の認識している範囲では、まだどちらも明確には決まっていないという感じかと思います。基本的にコミュニティの中での議論でこのあたりが決まっていくとは思うんですけれども、まだ明確なところというのは出ていないという理解です。じゃあ当面は、2.2 が安定版として使われますと。で、ドキュメントも、私たち今翻訳してますけども、それがメインで、やっていけたら、一番安心かなというところですかね。はい。ありがとうございます。そのバージョンについては、で、やっぱり新しい機能がどんどん増えてくるので、そちらも気になるのは気になるところなんですけど、それはそれで別でまた、何か取り組みがあったらいいなとは思います。で、あとはコメントとか、ご質問などないでしょうか、皆さんの参加者の方から。あ、来ましたね。ハイパーレッチャーの数あるプロジェクトの中で、日本語、それ以外の言語でこれほど翻訳されているのはファブリックだったっけだと思うのですが、とりわけファブリックがコミュニティで熱心に翻訳されているのはなぜでしょう？ なぜでしょう？ なかなか答えるのが 難しい そうですね、言われてみれば確かに、他のパブリックが一番ユーザー多いんですかね、そのハイパーレッチャーの中でも。そうですね、ちょっとなかなか答えづらい部分はあるんですけれども、かなりの多くの方が注目されているプロジェクトの一つなのではないかなというふうに思っています。そうですね。その、翻訳プ、この、翻訳プロジェクト自体も、わりかしまだ新しい方では、全体から見ても新しい方ではあると思うので、今後、そのね、もっといろんな人が参加するようになれば、他のドキュメントもっていうことになると思いますし、コメントいただいた方、ぜひ、あれですね、他の、プロジェクトの翻訳を始められてはいかがでしょうかっていう。ところですかね。そしたらまたいろんな知見とかも共有できますし、自分の欲しいものを、自分で翻訳するっていうこともね、その一つ勉強になると思いますので、そんな感じでお答えになってますでしょうか。すいません。他にご質問とかありますか？こちらのプロジェクトも、始まって、今約10ヶ月ほどで、最初の福谷さんのお話にありましたように、大体1年遅れぐらいみたいなことを言われてたと思うんですけど、まさにその通りだなっていうのを今ちょっと、お話を全体聞きながら、考えてました。で、オープンソースの、プロジェクトで翻訳するっていうことなので、今にメンバーとしては22名登録いただいてるんですけども、やはりそのね、皆さんいつでもできるっていう感じではなくて、バラこの本業があったりとかお忙しい時あったりしますので、大体それぐらいかかるのかな、全体見ると。今2.2が全部翻訳できるのもあと数ヶ月かかるのかなっていうところと、あとその2.2のその英語版自体の改訂も反映しないといけないっていう、まだそこはちょっと手つかずなんですね、実は。なので、そういったところの、取り組みもこれからしていかないといけないなと思っています。で、私自身もの、勉強とか、私もちょっと個人的なお話をすると、私も技術の勉強したくて、この、翻訳やりますって話を始めたんですけども、
やっぱり何かこう入ってると情報がどんどんこう触れることになるので、それでそれで知識としてやっぱり経験として溜まっていくなっていうのはすごく実感してますので、ぜひですね、そういうこういったオープンソースでグループの翻訳とか、あと、まあ、今後にニクトさんのツールとかと連携していくので、そういった翻訳に興味のある方、ぜひウィキの方に、メールアドレス書いてますし、まあ、Linux Foundation Japan さん経由でも構いませんので、ご連絡いただけたらと思います。はい、佐藤さんと下沢さんから何かコメントとか言い忘れたとかありますか、最後に。いえ、大丈夫です。でも興味持っていただいた方いましたら、ぜひお気軽にですね、参加をしていただけると我々としても、もちろん使う方も増えると嬉しいですし、翻訳する方増えると、それも嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。そうですね、ぜひ使っていただいて、何か感想でもいいですので、何か言っていただけますとこちらも励みになりますので、ぜひぜひ、いろんな形、いろんなコントリビューションの仕方があると思いますので、していただけるとすごく嬉しいです。そうですね、感想をもらうとこないですね、そういえばね。あ、それ作りましょう、今度。そうですね。っていう感じで、緩い感じで思いついたことをポンポンやってるようなグループですので、はい、ぜひお気軽にまたお声かけください。じゃあ、今日のミートアップはこれで終了いたします。お忙しいとこご参加いただきまして、皆様本当にありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いします。失礼します。